11月5日なんとかなるさ始まりました。毎月第一金曜日の19時30分よりお届けしています。入ってます音。はい、はい、3人力を合わせて頑張って、楽しい番組にしたいと思います。よろしくお願いします。イエーイ、頑張りました。はい、お疲れ様。はい、今日は私がちょっとメインパーソナリティをさせていただきます。はい、よろしくお願いします。はい。はい、では、早速なんですけどね。はい。まだ楽屋ニュース、最近の出来事とか、今から始めちゃおうかと思うんですけども。はい、うんうん、どっちに振ろうかな。こっち。はるか、はるか、どうぞ。はい。あ、そうね。じゃあ、いきますね。はい。はい、いきなりですけど、ね。最近の出来事で言いますと、はい、私ね、最近こう、はい、歩くことにちょっと一生懸命になってまして、うん、ウォーキング、うん、いろんな、まあ、近くで言うとスマロープウェイに上がったり、これまた過酷よ。上がるの、うん、階段ずっと階段、もう山登りみたいな。あ、そうなんだ。めっちゃしんどい。ロープウェイを使わずに階段で、ね、ロープぶら下がってね。でもね、帰りはロープウェイで降りんねん。うん、いや、無理したか、無理したかよ。しんどいから、行きしなだけ上までね、うん、はい、片道でも頑張って、ね、すごいよね、結構。結構急じゃない？急じゃないの？40分から50分かかるんですよ。おー、すごいすごい。でもさ、本当に階段の山道の40分50分って結構ハードですよ。で、そういうのからして、つい最近では有馬温泉の、今有馬稲荷神社っていうところに行ってきました。もう有馬の一番上の方にある個人のお寺なんだって。うん、個人のお寺、個人の寝てた。でね、うん、行ったらなんとなくね、もうまあ一番上やから、まあ見晴らしもいいんやけど、うん、なんとなくパワーを感じて、うんうん、まあ宮司さんみたいな人はあんまりおれへんかったね、人少ないけど、うん、でも御朱印、あ、御朱印ね、あれを書いてくれるって書いてあったから、うん、扉に、でそれを書いてもらうことにして、うん、ならね、どうぞ中に入ってくださいって案内してくれはって、うん、で書いてもらって、そしたらね、うん、その宮司さんがね、いろいろ喋っててね、喋りながらずっと書かはんの、うん、間違えんと、もうよう喋る宮司さんでしたけど、もうなんかポーンと出てるね、うん、楽しい宮司さんでしたよ。でね、その方がね、書いてくれて、普通なら書かないんやけどって、うん、なんか喋ってて、あなたはなんかいいもの感じるからとか言ってくれて、でその朱印の端っこの方に光っていう字を書いてくれたの、書き加えてくれて、でそこに印鑑も押してくれて、でこれはすっごくパワーがあるからとかって言って、それをいただいて書いて、あ、よかったですね。でそれと塩をもらって書いて、あ、お塩、金粉入りの塩、あら、いいね。今日降ってきて、降ってない、あっちこっち降ってる。あっちこっち降って、もういっぱい体の中にも入れてる。で、塩辛そうやねんな。清められてんねん、もう。ね、なんか、パワー、それこそパワーがつきそうね。つきそうやね。本当にね、なんかね、それからまたね、次々毎日ね、いい話が毎日聞けるので、なんか不思議やなーと。まあ、信じるものは救われるという感じかもしれへんけど、かもしれない。でもいいことがなんか続いてるので、あ、行ってよかったなーって。で、金銭銀銭にも入ってきて、あれ、次の日までツルツルするよ。行った行った。金銭銀銭ね、いいよね。よかった、気持ちよかった。皆さんも一度。はい。ねえ。パワーもらいに行かなかったね。もらってきました。はい、そのパワーをあっちこっちに巻いていきたいと思います。やらせてですね。はい。それはそうと、さっきテコンって打ったの大丈夫やった？うち打った？打てなかったっけ？打ってない。コンって打ってないか。大丈夫。いや、心配してんの、これでもね。ありがとう。はい。じゃあ、どうぞ。はい。はい。ね、緊急事態宣言も明けて、で、やっともね、街もちょっと明るくなってきてね。今、お店もね、活気づいてきて。そう。で、まあ、そんな中、ずっとご無沙汰だった、まあ、いろんなお世話になってるお店を、ちょっとずつ訪問することができてきて。で、まあ、長いことね、ちょっとこのコロナ禍でお会いできなかったお客様とか、お友達とかに会えることがすごくもうなんかもう喜びで、わかる、本当にね、だからもうみんな、いや元気してたー
でもうみんなでね、もう本当にもう握手したりこうね、もう抱き合ってもうね、喜びを分かち合って、もすごい楽しいひとときです。でまあほんのね、まあ、ごくちょっとしかまだお邪魔させてもらってませんけどもね、まあこれから徐々にまた昔のようにね、いろんなお店を、まあ、回って、まあ、ご挨拶していきたいなと思ってます。そうですよね、これから、これからやね。だから皆さんとお会いできるのが本当にもう嬉しくって、もうこの数週間すごく嬉しかったです。わかる、ね、そう思ったらさっきのね、はるちゃんが言うように、いいパワーが ね、 そうね、きっと来るよね。そう人からもらうパワーね、これ、ね、はい、久しぶりに会うとなんかまた CD 買ってくれたりせえへん、あるあるあるよね。それ何より嬉しいね、本当、うん、よろしくね。そうらしいです、はい。ね、はい、はい、ありがとう。じゃあね、最後にね、はい、みなみちゃんなんですけど、はい、さっちゃんとどっちが分かるようになるんですけど、一応ここではみなみちゃんらしいです。はい、私もね、やはりもう、はるちゃん、さっちゃんが言ってるように、パワーですね、ちょっとね、ちょっと今年ね、後半、まあもう後半に入っちゃうんですけど ね、結構いつもね、それとなく自然な運がいいように生まれてきてたんやけど、ちょっとだけ、っていうことがね、いろいろあったけど、もうでも大丈夫です。またいいパワーをもらって、で、私もねこの間ちょっとね、京都の方に行って、某お寺でちょっとこう、ね、まあ心の修行してきたん、修行してきた、パーン叩かれてばっかりで違うか、滝に打たれて、それ寒いやろ、ちょっと泳ぎたくなるかな、カエル見たケロケロとか、ちょっとそれでね、心もまあ落ち着いたかなっていう感じで、まあいいパワーがまたもらえるかなと思って、はい、元気にこれからも頑張っていって、やはり今さっちゃんが言ったように、久しぶりの人にも会えて、ね、これからまたいいことがありますね。ね、3人とも頑張ろうね。そうそうそう。ということでした。はい。ね、さっちゃんコントロールできたら一番いいのよね。いろんな時があるからね。いい時も、へこむ時もあるのでね。それが生きてるいうことですよね。そうなんですよね。そうです。はい。どうもありがとうございました。近況報告。はい。ではね、最近の出来事、今ね、たくさんお話ししていただいたけど、まだあるけどね。まだあんの？じゃあ楽屋ニュースに振るそれ。いい。楽屋ニュース。最近楽屋行ってない。めちゃめちゃ出したらほら、もう明日の朝までかかるからね。ちょっと眠たいな。この辺に寝袋持ってこなあかんしな。ここで3人で寝るの狭いね。狭いね。なんでもね。はい。いや、ここ広いな、じゃあ広いのよ。そうそうそう。寝袋もいるけど、お酒もいるよ。いるよね。いるよね。はいはいはい。その時は飲むかな。即寝るやろ。寝る。一番に。ね、二番。いつまでも起きてる。起きてる。起きて飲んでる。ほんで朝起きないという。これが楽屋ニュースでした。何の関係もない楽屋ニュースでした。はい。では早速なんですけど、やはり私たちは歌手なんで、ね、お笑いじゃないんで、一人ずつの、曲を聴いていただきたいと思います。まずは、はるかさん。はい。よろしくお願いします。まあ私が一番頑張ってる曲、もうね、最近デイサービスでもめっちゃ受けてるの。もうね、おじいちゃん、おばあちゃんの皆さんがね、アンコールアンコールってこの曲をアンコールしてくれるんです。嬉しいです。もう元気の数珠つなぎをできてるなぁなんて思ってます。その曲をお届けします。天海遥香で人生100年。どうぞ！どうぞ！
ようになるだけさ。100年でしたね、うん、どうもね、うん、はい、今言ってたんですけども、もうじき150年になるかなって、まだならへんな。怖いな、150年になったな。150歳の人ってどんな人やろう。まだ、ね、今世界体験したことないですね。最長年齢は 120? 何歳のね。なんか、日本の人じゃないのかな。あかん、はっきり分かれ、向こうの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 人。海の向こうの人。海の向こうの人。すごい。男性か女性か、うん、ね、ちょっと今度調べてきます。やっぱり食べるものも影響するもんね、やっぱり長生きの秘訣ってね、うんうん、そうだですね、うんうん、あんまり、ね、あんまりお酒飲まない方がいいかもしれないけど、まあ、大丈夫大丈夫、適度にね、適度なお酒は、はい、ね、よろしくございます、よろしくございます、はい、はい、眠りにも深くなるしね、なるし、はい、はい、じゃあでもね、ちょっとね、今度は私の、はい、そうですね、ちょっとトーンが落としてね、今度は静かにこう聞いていただこうかなと、はい、別にラバルでもうてもええねんけど、はい、10年前に作詞させていただいて、結構ねちょっとやっぱり変わった曲調なんですよ。これは詩は作らせてもらったんですけど、私のスクールの先生が作りました曲「阿修羅マナ」。火曜サスペンス劇場のようなもののエンディングテーマになりたいと思ってつきましたようなもののですけど、あしらばなお聞きください。どうぞ。I'm not afraid to die.
ってみせるわ。走るな。ここでアシュラバナかけさせていただきました、うん、久しぶりに聞きました、はい、なんか MC の時にね、うんうん、よく極道の女たちというシリーズの映画がありまして、うん、それをイメージにして詩を作ったんです、うん、はい、いつかはなんかどっかのドラマで流れることを夢見て、ね、まだ頑張って歌っております。憧れるね。はい、はい、ね、はい、ありがとうございました。では、はい、次ですね。はい、はい、ではさっちゃん、今一番頑張っている曲、はい、アイボレ花絵巻です、はい、今まで、結構ね、私は和風スタイルで、うん、まあ、本当 の拳の効いた、うん、あの演歌、あ、はいはい、一筋だったんですけども、うん、この曲は珍しくね、うん、拳も何もなくってちょっともう和製ポップスのような感じですね、うん、ちょっと軽く弾んだ感じ、大人のまあポップス、うん、まあ、そんな感じをイメージして、うん、作っていただきました、はい、なのでまあちょっとね、多分覚えやすい曲、今までの曲に比べると覚えやすいかなっていう、うん、感じはあります、うん、ぜひ、はい、聞いて覚えて歌ってください、はい、では聞いてください。アイボレ花絵巻、どうぞどうぞ。
3曲のね3人の歌ぜひぜひ、はい、皆さんがどんどん歌っていただけたらね、うん、ありがたいです ね、 ね、はい、カラオケとかにもね入ってますので、はい、よろしくお願いします。願いします、はいはい、じゃあねなんか急に風呂かなとかってさっき考えてたんですけど、うん、何まあ同じです最初のね、うん、最近の出来事にちょっとこう、うん、絡むかもわからないんですけど、うん、やはりコロナ、うん、もうほんと今年もね去年も大変な、うん時をもうみんなね地球の人が全員過ごしてきてます、うんうんうん、でちょっとずつちょっとずつこう頑張って下火になってきたかと、うんうん、ね、うん、そのコロナがあってから、うん、あ悲しいこともいいこともあったと思うんです。いいこともあったと思うんです、うんうん、自分の中で気持ち的にね、うん、それをちょっと言っていただこうかなと、うん、はい、さとちゃんお願いします、うん、私そうよ、はい、そうよ、ね、もう言うてる場合ちゃうよ。わかった。うん、これ実は皆さんほんま急に振られるのよ、うんうん、そうよ、そうなんですよ。どういう質問されるかね聞いてないんですよ、うんうんうん、今の今まで、はい、歌聞きながら考えてた。あ、そうなん、はい、そうね、私にとったらね、うん、ねいいこともあったもんね。いいことの方が多いって言うたら、うんうん、どう受け止められるかわかんないけど、うんうん、いいことよ。まあ、うん、その時間を有効に使おうと思って、うん、まあ私なりに、うん、いろんなことを考えて、趣味の、うん、要塞、あの音が気になる。あ、そうか、そうか、それを心配してたよ。要塞、あ、ミシン掛けで、手作りマスクをいっぱい作りました。たくさんね、はい、はいはい、うん、またそこでミシンにちょっとハマってしもって、うんうん、本当にもう、10や20ではなく100以上は作ったかな、うんうん、はい、人生100年じゃなくマスク100ね、そう100枚ね、ヤフオクに出店したりとか。うん、私らもねもらいましたもんね。そう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 、そうそうそうなんですよ。ほんでファンクラブの皆さんにもプレゼントをさせてもらって、うんうん、ほんでヤフオクでも売って、うん、ちょっとは収入になりました。 あともう一つ、うん、音楽健康指導士という、うんうん、それをあの認定をもらうために勉強しました、うん、はいはい、久しぶりに勉強いうのをしました、うん、あれはいい時間でした、うん、なんかほら、うん、ペン持ってこう本見てこうなんか考え持って、うん、ほんでその都度テストみたいなのがあって、うん、なんか懐かしくない、うん、懐かしい ね期末テスト、ね、中間テストの時思い出したよね。私からしたら そんな時代、うん、10年前に終わってるからさ。そう、数年前じゃん。そやな、そやな、15年ぐらい前。なんでやねん、なんでやねん、なんでやねん。まあでもそのおかげで、認定証をいただくことができて、うんうんうん、今デイサービスとかでも、うん、大いにそれを役立てている。いいことだ、そうだ、いいことだ、そのね、認定証を見るたびに、うん、あ、よかったな、こういう勉強する時間があって、私時間なって思っている今日この頃です。はい、どうもよかったです。いいこともありますよね。はい、じゃあお次の番だよ。お次の番だよ。お次の番だよ。ほいのほいと。私は、やっぱり悲しかったこと、ちょっと先にまあ悲しかったことは、やっぱりそれでお亡くなりに、知人でお亡くなりになった方が数名いらっしゃった。うん、後から聞いたんですけどね。後から聞いたんですけど。やっぱりそれはね、まあ、ご親族のね、お気持ちとか考えたら、もう本当にいたたまれないような。もうそんな悲しいこともあったんですけど、ね、でまあまあその逆の時間といいますと、うん、やっぱりお家にいることが、うん、まあちょっと
っと増えたということ で、うん、で私普段ってねあんまり自分から電話かけたりとかはしないんですよ、うん、基本電話はあんまり好きじゃなくって、うん、で本当にかかってきても、うん、あんまり長電話するようなタイプではないんですよね、うんうん、でまあそういう私が、うん、まああの人どうしてるかな、うんうん、ちょっと声聞きたいなっていう感じで、うんうん、まあいろんな方にね、うん、お電話をして、うんうん、それこそ、まあ、元気な、ね、声を聞いて、うん、でも、まあ、私自身も安心すると、うんうん、なんかそういう時間も結構、うんうん、してましたね、過ごしてました、そういう電話の時間、ねね、相手の方もでも喜んではったんちゃいますか、びっくりしてましたよ、うん、だと思う、ってジャンシー見て、あなたから電話みたいな、うん、そんなにかけないよね、うん、女性にしたら珍しくない、でもそういう人はほんまにそうみたい、いてるよね、もう絶対電話なんかかかってこうへん人おる、うんうん、うち妹がそうやね、はい、うんうん、友達でもいてる、うん、あったらよく喋るのよ、あったら喋るね、そうやね、よく喋るよね、うん、そうね、普段はもうほんま私も電話苦手というか、うんうん、もう要件でね、要件いいのよね、そう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 、まあ本当は電話というまあそういうもんだと思うけど、うん、長電話大好き、長電話大好き、私大好き、わかる、なんか眠たいのになんかわかる、うん、で頭ぼーっとしてね、うん、はい、うん、ね、でも良かったね、良、うん、かった、うん、本当良かった、いいこともいっぱいあったわね、うんうん、そうじゃなきゃね、だから普段は本当にね、うん、会えなくても、うん、まあ、お電話で、うんうん、もうそれこそもうね、はるか彼方の、うん、もう遠方の方に、ね、そうそうそう、遠方の方にね、お電話して、うんうん、私田舎がっていうか、まあ、生まれたところは九州の熊本なんですけど、きのこにね、それこそまあ熊本のいとことかね、うん、おじおばに電話したりとか、うん、とかそういう時間は、皆さん、はい、お元気、お元気ですね、よかったね、いろいろ熊本県ってね、うん、やっぱり災害、自然災害多いところなんですけど ね、それも心 配、 ね、まあ、心配で、うん、でその、うん、ね、うん、ちょっと安否も兼ねてというか、うんうん、安否確認も兼ねて、うんうん、電話しました、はい、うん、どうもありがとう、はい、ではどんじりに控えまするは、うん、南幸子でございます、うん、なんだかもうね、もうね、うん、はるちゃんもさっちゃんもやはり同じような感じになるんですけど、うん、やはり久しぶりに、うん、もう全然長電話が好きじゃない私がお前な言ってね、そうなのよ、それとね、縁があったのはね、うん、私大阪生まれ大阪育ちですけど、うん、両親は和歌山県出身です、うん、でまあ大阪に出てきて私たち兄弟が、うん、兄2人私と生まれ育ったんですけど、うんうんうん、ちょっと和歌山に接することが多くなって、行くことも多くなって、これもやはりね、うん、この、まあ、コロナのおかげって言ったらちょっとね、うんうんうん、あれなんですけど、影響が ね、まあ、ふるさとの原点に戻って、うんうん、あ、やはり大阪とはまた違う雰囲気でいいとこなんだなっていう感じでね、夏に真夏に行った時もね、太陽がやはりちょっと大阪とは違う、まあ南紀っていう感じですね、やっぱりね、暑い、さんさんとものすごい真夏やからね、それ、そう、大阪でも暑いねんけど、どこ行っても暑いねんけど、私も苦手、はい、苦手やね、もう口数減る、あ、もう一段と暑いとこ行っとこうか、ずっと暑いとこ連れて行こうか、私結構暑いのにね、なんか割と元気、元気強いよね、なんか夏ね、うん、寒いのはちょっとこう寒いんですけどね、まあそんな感じで、まあ当たり前やけど何を言うてんねんみたいに、まあそのそういう感じで、悲しいことはやはりさっちゃんが言ったように、うん、でもご病気とか、うん、まあそういう、うん、ちょっとね最近のことで、うん、なんか患いされてお亡くなりになられた方もいまして、うん、まあそういうことは悲しいこともありましたけど、ね、いいこともあったと、うん、で自分時間私時間がね作れましたから ね、うんうん、そういうことで、うん、よかった、うん、よかったとしよう、はいはい、はい、っていうことでした、はい、じゃあここでねまた一曲、はい、恒例ナルサーズ恒例の生歌を聴いていただきたいと思います、はい、はい、じゃあやはりはるかさんからお願いします、はい、今日の生歌はね、私も大好きな、歌手さんであり大好きな曲、研ナオコさんのナンバーから、うん、一人ぼっちで踊らせて歌います、聴いてね、よろしく、あ、パチって言うた、え、マジ、あ、大丈夫大丈夫、音鳴っただけでしょ、じゃあ、うん、嘘、ほんま、これいける、いけんのこれでも、もう大丈夫、力余ってる、お前、え、
もうパワーもらってるから、はいはい、パワーもらってるからやこれ壊さんといてパワーもらいすぎた。いやこういうことがあります。生テレビ面白いです。けました。かわいそうこの子うんま、うん、びっくりするわ。でも、この曲ケンナオコさんっていう感じですよね。らしいね。うん、ね、そう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 、ケンナオコさんらしい。ちょっとまあね、ケンナオコさんといえばこう、うん、暗めの歌ですけど、うん、私大好きやった。うんうんうん、いいよね、うんうん。ありがとうございました。うん、一人ぼっちで踊らせてを聞いていただきました。はい。じゃあ、はい、2番になってるね。私ですね。うん、はい。はい、みなみちゃん。なんか先から大阪とか和歌山とかなんかいろいろ言ってますけど、うん、大阪の女。いえ。これはね、うん、小村美希さん。今ちょっともう引退されてね、ちょっと大阪の、はい、大阪の方ですね。はい、うん。結構ね、この歌が好きで、うん、道頓堀とかいろいろ出てくるんですけど、うん、ワンコーラス聴いてください。はい。ね、大阪からお届けしている、はい、大阪の女、みなみ幸子が歌います。紫の雨降る肩恋しぐれ心が濡れます宝禅寺願かけたあ人なのに人なのにどこへ行ったの涙がきれいねああ大阪ございました。
大阪の女、大阪の女力強いだね、はい、そうだね、あの、いいね、多分どんな感じだろうね、うん、法善寺あとは道頓堀御堂筋が出てくるんです、大阪の女が歌 う、うん、まさに大阪の女ね、貸したのかこれ、貸そうね、いけるあるよ、壊れてない壊したあかんで分かった、気付ける、はい、今気付けなあかんね、うん、バキデリケートだからね、本当、ね、パワーもらえついた、1個100万円すんねんね、いやどうしよう一生かかるそんなほな、はい、では3番目は私が、はい、さっちゃんです、うん、昔ね、あの、あの歌わせていただくのは、うん、あの門倉ゆきさんのノラです、はい、懐かしい、はい、大ヒット曲の、いいねこの曲もね、うん、大好き、昔ね、本当に昔々、あるお店に、うん、まあ、あの、お友達とね行ってた時に、うん、そこのカラオケで、うん、もういい年したおっちゃんがね、この曲をこの曲をね、あの歌ってはって、うん、でもあすごくいい歌やなと思って、かっこいい歌ね、結構男性の方歌うでしょ、うんうん、それで覚えるようになって、うん、歌う、はい、で私もあの好きになりました、この歌です、ノラ、聴いてください、はい、どうぞ、姉ちゃん踏んでないやめて下手な嘘を抱いて、今はただ雨に濡れたのら、帰り着いたあんた、いい割り切ってあげるわ、誰となく惚れてないとダメなダメな人なの、好きよ好きよ好き、愛は愛は一人芝居、愛は一人芝居、大人だね、大人の歌だ ね、 そうね、まだ入んちゃう、ね、私たち3人みたいね、もう年は十分な大人やな、そうやな、まだ25ちゃいいい歌3曲聴いていただきました。したはい、はい、じゃあね、やはりこれからのね、はい、私たちのイベント、はい、個人個人にも言っていただくんですけど、はい、ナルサーズ、7月のね、25日に第1回目ナルサーズのね、そうましたね、この3人でね、1回目、はい、はいはい、ありました。なんとなんと、うんうん、はい、突然なんですけど、はい、今度は京都伏見長尾天満宮。はい、第2回2回目ナルサーズのメンバーで、うん、はい、また、うん、イベントをさせていただきます、うん、はい、今度はもう野外野外というか、ね、ね、箱もんじゃなくて、うん、ね、あ、これもなんかいいもんもらえそうですね、うん、はそれがね、ご利益ね、あそこも本当にね、うん、長尾天満宮、私も何回か歌わせて、うん、初めてもらって、うん、出るんだけど、うんうん、はい、本当に良いご縁が来るの、うん、あそう、うんうん、それはねすごく不思議に思ってます、うんうん、なんと、ね、はい、階段180段上がるんだそうです、上がるのよ、大丈夫よ、うん、私でも上がれるから、うんうん、大丈夫大丈夫、うん、簡単よ、ね、そこでね、うん、あの、はい、12月5日5日5日です日曜日です、はい、13時ですね、13時から開演ね、はい、はい、また3人でいろんなことをね、はい、喋って歌って踊って、はい、はい、頑張ってやりたいと思います、はい、お楽しみに、これは観覧無料です、観覧無料です、無料です、ぜひぜひよろしく来てください、はい、お待ちしてます、はい、よろしくお願いします、ちなみに住所ね、なんか住所言おうかな、あ、ちょっとチラシも、はい、そうですね、チラシも送りました、うんうん、住所がね、はい、京都市、はい、伏見区、
はい、第5、ガランチョウ18。ガランチョウ。ガランチョウって読む、調べました。なんかそうなのよね。これ、あの、そうそう。あの、お友達から情報聞いてて、私、読み方分からへんかったからね。はい。そう、第5、ガランチョウ18、はい。ちょっとね、もうちょっとしたらね、チラシ出ます。はい、そう、出ます。出ないと思います。ね、はい。で、あの、連絡先が075-571-0070。こういう感じでね、はい、素敵なチラシも作ってね、こちらでいただいてますね。はい。宮司の写真がチラッと写っております。下のね。はい。はい。そうなんです。はい、12月5日、全集合だよーです。はい。はい13時だよー、全集合。はい、そうそう。うん。皆さんのお越しお待ちしております。お待ちしてまーす。お願いします。ね、はい。一応傘さしてみるというね。はい。はい、頑張ります。はい、じゃあ、あの、個人的にご、いいですか、はい、どうぞ。じゃあ、天海遥香のちょっとスケジュール情報をお伝えします。はい。来週の土曜日、11月13日土曜日、朝7時、サンテレビ、プレミアム歌謡ショーに出演しています。はい、一番最初、トップに出てますので、もう7時になったらテレビの前にどうかどうか。お座りください。はい、それか、録画して見てやってください。はい。そして、その日のね、その13日のお昼と夜に東京に行ってますね。はい、うん、東京で林ひろ子さんのお店で、うんうん、ライブをしております、はい、もしねそっちの方の方東京までぜひ行ってほしい。あの大田区の方で、はい、お店をやっておられるので、はい、そこでライブします。よかったら、ご一報ください、はい、よろしくです。お昼の分は空いてます。以上です。はい、はい、ありがとう。じゃあさっちゃん何か。はい、はい、そうですね、今月、11月28日ですかね、日曜日、KBS 京都、それもある、うん、そうなんですよ、はいはい、そうだ、はい、はい、KBS 京都、KBS ホールかな、KBS ホールにて、はい、はい、京都テレビ、紅白歌の共演、はい、はい、はい、また開演いたします。で、私も、はい、はるかさんも、はい、はい、赤組で、はい。そう、何時からかな、午前中は、一般の方の歌唱、はい、はい、午後からですね、私たちは午後ですね、うんうん、まあ、1時過ぎぐらいでしょうか、ね、ちょっと前かな、赤組やった、白組ちゃうかった、赤組やった、ピンク組、ピンク組、グレー組じゃないのよね。はい、はい、はい、ぜひ、あ、これも年末に、うん、京都テレビのテレビ放送する予定になっておりますので、そうなんですよ、はい、31日よ、多分ね、多分ね、31日でした、はい、そう、30じゃなく31日、31日だったね、はい、うん、これも楽しみ、それも頑張ってください、はい、それとですね、はい、12月19日、うん、オフィス高瀬、主催の、うん、道頓堀ホテルにて、はい、歌の集いを、はい、はい、今回も開催いたします、うん、ちょっとね、うん、コロナ禍でだいぶ、うん、伸びてしまいましたけども、うん、12月19日、こちらで開催することに決定いたしましたので、こちらも合わせてどうぞ道頓堀ホテルまでお越しください。はい、お願いいたします。はい、ありがとう、頑張ろうね。はい、はい、じゃあもう最後にね、私なんですけども、うん、はい、やはり今月の第3土曜日は、うん、こちらでまた幸子と一緒にはじけ天下のネットテレビをさせていただきたいと思いますので、うんうん、その時もよろし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 お願いいたします。うん、はい、そしてね、11月23日なんですけど、これはちょっと応援でね、行くんですけど、やはり同じや道頓堀ホテルね、はい、はなんか人気やね、道頓堀ホテルね、ちょこっと寄せていただきます。うん、ね、はい、そしてね、11月の30日もう月末なんですけども、こちらにはねちょっとね、ま、これもねもうはっきり決まればまたね言わせていただくんですけど、岡山の方に行くかも分かりません、もちろん歌いにです。はい、そういうことでございますので、どうもこういうイベント情報、はい、もうええのかな、うんうん、はい、大丈夫です、はい、はい、はい、じゃあちょっとね、なんか時間がねもうなんか残業になりましたね、はい、では最後にやはり、うん、ジャジャさん、うん、紹介しないと、はい、はい、うん、はい、もう長い間ありがとうございました。今日はね、もういろんなことをこう作業いっぱいやっていただいて、うん、CD も入れ替えていただいてね、はい、いつもいつもお世話になってます。ご足労かけております。ありがとうございます。ジャズさんに拍手。拍手。今噛んだな。そうですね。はい、噛んだ。じゃあ次回は12月3日です。はい、はい、お楽しみに。はい、よろしく。はい、じゃあさよなら。さよなら。うごんて。